2022年5月担当式本試験を受験された皆様、あ、本当にね、お疲れ様でした。頑張ってくれたね。いやー、僕もね、まあ自分が担当式試験を受けたのって何年前ですかね、10年以上前になりますけれども、まあこんだけ前でもね、やっぱりあの時のことを思うと、まあちょっと心が震えるというかね、心がプルプルするというかね。やっぱり決して簡単な試験じゃないし、もう一回受かれって言われたらそれもなかなか難しい試験なんですよね、担当式試験ってね。まあ、だからまあそんな難しい試験に皆さんよくね、戦いに行ってくれたなという、そんな皆さんへの敬意を表しながら、今回は恒例となりました講師が担当式本試験を解いてみたらどうなるのかどうか。CPA カレッジ、まあ行ってみましょうとか言って気合は入れたんですけど、なんせ僕も今から初めて本試験の問題を見ますので、皆さんと条件は一緒ですよ。だから実は心がね、プルプルしてます。まあそんな心プルプルしながらも、皆さん僕の生き様をね見といてください。頑張ろう。さ あ管理会計始まりました。問題1、待ってください。問題1は秒で飛ばしましたね。わけわからん。帳簿の問題に付き合っとる余裕はないんだというところで、問題の2の非目別に取り掛かっております。これはうまいですね。上の方に1番、2番、3番、4番、5番、6番と自分で振って番号で分けています。ああ、このあたり過去問やり慣れてる感じが上田選手から見て取れますよ。まずは選択肢、非原価2900円を丸にしましたね。ところが、製造直接費は×だと。そして次は E、直接労務費はね、直接工賃金だけなので、これは×だと。そして、うは直接材料費も使用材料費と金額が違うので×。そして、間接労務費は丸をつけましたね。そして A は間接労務費ですが、これも、あれ、合わない？ 135700。あ、25000円合わない。答えが下の選択肢にないぞと。ああ、もう25000円ずれとるから。これもしかして直接交渉用を間接労務費じゃなくて直接労務費として扱ってんじゃね？そう仮定して上田選手解き進めていきますが、そうすると答えはあるのでしょうか。絵が丸になりました。あも丸になりましたね。そうすると、E の直接労務費が丸になっちゃったから、じゃあ E の製造間接費の237000の数字を取りに行きますが、これは200円差で、それは棚源だと。じゃあ棚源は成果なのでね、いわば×ですね。だいぶ時間かかって3番と上田選手答え出しましたが、後からね、これ疑義問なことがわかるんですよね。かなり時間溶かしたのに疑義問でしたね。かの池部大師匠が、買いなしや、買いなしや買いなしやと吟じたこの問題に、ぜひですね、その一句を松尾芭蕉の奥の細道に収録してほしい。それぐらいのメイクだと私思っております。とまあね、対戦相手の本試験をディスるのはこれぐらいにして、次の問題に取り掛かっております上田選手。これは部門別ですね。予想通り久々に部門別が出たんですね。でこれは改定式配布法なので、特に補助部門費の順位付けさえ間違えなければね、簡単に答えが出そうだ。おっと、出るか出るか、答えは出ました。5番。そして次問題の6ですが、これは総合電化計算の工程別ですね。単純に類化法が出ました。よかったですね。去年の論文では非類化法が出たんですが、担当でオーソドックスに類化法を出してくれました。第一工程は単位がキログラムですね。で、子孫は終点発生なので完成品に負担させると。で、アベレージメソッド平均法。デカデカとね、間違えないように AM とバシッと書いております、上田選手。このあたり、基本を大切にしていることがね、見て伺いますね。第一工程計算できました。そして第二工程は単位がキロからコに変わるんですね。そのあたりの指示も上田選手きちんと読み取っている。そして、第二工程も、子孫費は終点発生ですから、完成品のみ負担ですよね。平均法で計算していきましょうね。
材料費が出た。そして、加工費も出た。合計した金額を1600個で割れば、530.50625 の単価だ。あれ？答えにないぞ。530点何ぼって答えにないやないか。ああ、上田選手、B 材料忘れてましたね。最後の最後で B 材料を投入するのを忘れていました。それを自分で気づいて足して、答え出ました。2番。上田選手にしては珍しく終点投入材料を足し忘れるという基本的なミスをしましたね。いや、やはり上田選手、最初に解いた非目別の問題の動揺があるのか？あれで、ね、だいぶ時間を溶かしましたからね。上田選手焦っているかもしれない。細分析の図も歪んでいる。下書きの歪みは心の歪みだ。これはやばいぞ。一旦落ち着こう。これ標準銀河計算簡単そうですから一旦落ち着けるんじゃないですか？この問題で。こうやって見るとね、上田選手やっぱり結構下書きちゃんと書いてるんですよね。もう本当にテキストとかね、レジュメ通り、基本の型にのっとって下書き書いてますよね。まあこういうの電卓だけでできればね、いいんでしょうけど、上田選手なんせ、天才じゃないんでね、上田選手は努力タイプの選手なんで、これは地道にね、いつも通り下書きを書いています。まあやはりね、急いで解いて答え間違っても意味ないですからね。管理会計の戦略は、手を出した問題を確実に正解すると。それがやはりセオリーですから、そうこう言ってる間に標準原価計算の答えが4番出ました。はい、次の問題、問題10。お、これは予想通り最適セールスミックスが出ましたね。予想通り出たと言わんばかりに上田選手、ペンが軽やかに動いています。これは制約条件が2つあるパターンですから、制約条件単位あたり貢献利益を求めて、X と Y の優劣をまずつけに行っていますね。そうすると、X の方が、1本あたり72円の利益。そして Y は45円の利益なので、X の方が優秀。で、B においても X の方が優秀なので、X を優先して作っていくパターンの問題ですね。ただ、この問題、普段の最適セールスミックスと違うのは、普段の最適セールスミックスって、機械は1つしかないんですよ。普通ね。でも、この問題って設備が、二つあるんですよね。だから、A っていう設備で X 作った後も B っていう設備でまだ X を作れちゃうんですよ。だからちょっとこれ簡単そうに見えて難しいかもしれないですよ、この問題。ただね、上田選手ね、このパターン知ってるんですよね。やったことあるんですよね、どっかでね。なので、臆することなく解き進めていっていますね。ただやはり時間はかかっています。まあいろいろ試行錯誤しながら、A の設備を先に使った場合と、それから B の設備を先に使った場合と2パターン解いて、利益のでかい方にしようとしている。6番が答え出ました。さあ、そして ABC に入ってきましたが、結構予想当たってんじゃないですか？今回ね、ABC も出たし、部門別も出たし、工程別も出たし、CPA カレッジなかなかやるなぁと思いながらね、上田選手解き進めていってますよ。いや、実はね、CPA カレッジはもう登録者数が CPA 公式 YouTube チャンネルを抜いたんですね。本当に皆さん、ご登録ありがとうございます。本当に嬉しいです。もうね、CPA 公式のチャンネル登録数を抜くのが学長の悲願でしたからね。もうね、こっちの方がチャンネル登録者数が多いんだったら、もうこっちの方を公式にしていただきたい。とか、言うとりますけれども。まあね、YouTube もね、毎週、いろんなネタを考えながら、頑張ってるんですけれども。まあね、僕が頑張れるのは、やはりね、受験生活しんどいと思いますから、皆さん。そのしんどい合間に CPA カレッジを見て少しでも楽しんで、少しでも疲れが吹っ飛んでくれたらいいなと思って、そんな気持ちでやってるんですよ。答え6番出ました。さあ、残り時間も少なくなってきて、問題14、16、どっちやろうか悩んで16を選びました。業務的意思決定ではなくて、設備投資を上田選手を選びましたね。取捨選択正しいでしょうか？いや、まあこの問題は単純な取り替え投資みたいですね。さすがの上田選手選球眼です。ということで、オーソドックスに下書きとして犬の絵を描いて解いていっていますよ。これね、授業で犬の絵って言って教えたんですよね。そしたらね、受講生からね、先生それ犬じゃなくて猫ですって言われたんですよ。どうですか皆さん、僕のこの画力。どう見ても犬やんか。
いやー皆さん、うちの犬が、すいません。ちょっと画面を邪魔しちゃってましたね、うちの犬がね。そうこう言ってる間に、毎年の経済効果 R が21600ともとなっています。あとは、売る時のスクラップバリューと、それに伴うタックスを出せばね、この犬の絵が完成するわけですよ。まあ、取り替え投資はね、典型論点の一つですからね、設備投資が出るだろうということも予想していたので、やはりこの問題はきちんと取りたい。丁寧に集計をしていっていますよ、上田選手。まあ、ゆっくりとこところはね、ゆっくり解いていいんですよね。スピードよりも正確性ですから、この試験は。答え2番出ました。そして残った時間で14番と、1番をやりますね。なんだこの問題はもうわけわからんやないかと。まあ普通の人ならそう思うでしょうが、まあこれ過去問で似たのがあるんですよね。まあしかも上田選手ね、実務経験豊富ですから、おっとわけわからない問題すぎて一瞬誤考が差した。これは走馬灯なのか、それともアマテラス大御神が舞い降りたのか、いずれにせよもう悩んでる時間はないぞ。もう時間がない。タイムオーバー間近だ。仕分けを切っているがどうだこれは。まあ、はっきり言って実務家としての勘やな。もうこれ返品してんのに出庫関係ないやろと。しかも給与の支払いとか関係ないやろということで答え出ましたね。そして最後14番、あがくが、うわー、タイマーはだー。さ、テニス全仏オープン始まりました。この聖地、ローランギャロスには、赤土の魔物が住んでいると、そう評されます。精神的にも肉体的にもタフな2時間の試合だというところなんですが、初戦の相手、これはどうですか？一見資料がごちゃごちゃしているようですが、単純に後者とオス者の売掛金をプラスマイナスしていったらいいだけのような気もしますよ。なので上田選手、後の売掛金の T 勘定を書いてプラスマイナス集計していってますね。もう単に足し算引き算ですよね。オツに関しても売掛金の T 勘定を書いて集計していっています。こういうね、見かけ倒しの相手に騙されてはいけない。まあ、ただでさえ初戦の相手は緊張しますからね。その緊張感の中で答え出ました。次、問題の4、2回戦ですね。2回戦の相手は、これは商品ですか？A 商品、B 商品、C 商品があって、A 商品は先る先出し法だと。まあ、先る先出し法は簡単に答え出てますよ。そして B 商品、これは移動平均法ですね。移動平均単価を出しています。そして棚卸し原毛が存在するのかな？それから品質低下も存在するのかな？なので上田選手、セオリー通り絵を描いています。やはりね、テニスというスポーツは自分の得意な展開に持ち込むというのが勝利へのセオリーですから、そのあたり上田選手、百戦錬磨といったところでしょうか。あのね、たまにね、試合になったらビビるっていう人いるじゃないですか。それね、普段の練習がおかしいんですよ。試合は練習のように、練習は試合のように、常にそう思って上田選手は生きております。なので皆さんもね、練習は試合のように、試合は練習のように、ぜひそうやって頑張ってほしい。そんな中答えが2番出ました。はい、3回戦の相手、これは無形固定資産の金額ですね。無形固定資産ね、こういう問題過去問でもよく出るんですけど、やはりその、償却の月数がね、鬱陶しいんですよ。何ヶ月償却した？指を折って数えてます。いいですよ。実用新案件は27ヶ月分残ってるので、そのうち12ヶ月償却すると、ボカは22500だと。そして次は、工業権ですが、工業権は生産高比例法ですね。特に見積もりの変更もないので、簡単に工業権は出るのかな ?10400 が期末ボカね。そして次は研究開発費。この研究開発費の費用処理した額は除いてね、出願料だけを償却すると残り210。そして最後のね、基本に忠実に仕分けを書いてのれんを60万出しました。60万を償却すると、すでに22ヶ月経過しているので、じゃあ残存ボカは、49万円すべて合計すると2番答え出ました。3回戦まで何の勝ち上がってきましたね。次は4回戦、流動負債の金額と。好きですね、本試験ね。流動資産とか流動負債とかね。この対戦相手はね、嫌な小技をなんかいっぱい使ってきそうな相手ですね。どうでしょうか。借入金を CR 換算しています。未払い利息。このあたり上田選手漏れがありません。
そして次は賞与ですが、これは9600を6分の4ヶ月するだけですね。簡単簡単。そしてあとは未払いの賃料と、これは当座借り越しね。あ、答えは、すべて足すと4番出ました。さあ、5回戦の相手ですが、これは何でしょうか。資産塾さえもね、あ、なるほど。王道のボレーアーっていう感じですね。これね、面白いことにね、まさかの割引率がね、ゼロっていうね。ボレーヤーなのにボレーしてけえへんのかいってね。ボレーヤーのくせにネット詰めてけえへんのかいっていうね。なんか、僕、この問題見た瞬間にありえへんやろうと思ったんですけど、まさかのボレーしてこない 0% 割引率。嘘でしょと。そんなん超簡単やんというので、もう単に減価償却費は割り算ですからね。もう上田選手すぐに答えが出ました。4番。そして次問題11。6回戦まで駒を進めてきましたけれども、まあ、果たして、この全仏オープン何回戦まであるんでしょうか。もうこんな何回戦もあったらもう足つってもう倒れてまうでと、収蔵ルール適用されてまうでと、まあ、そんな疲労の表情がね、上田選手の顔からにじみ出ています。現在夜中の2時半。ほんまならもう日没サスペンデッドちゃうか。でもね、この対戦相手ね、上田選手得意なんですよ。キャッシュフロー計算書の間接法に載せる為替差損益っていうのは、営業外のもんですからね。その論点が分かっていれば簡単に4番答え出ましたね。そして、8回戦まで来ましたよ。問題の12、貸し倒れ引き当て金の金額を求めると。この対戦でちょっと鬱陶しいかもしれませんね。いくつか貸し倒れ引き当て金の集計が必要そうだと。上田選手、単貸しと超貸しについてね、貸し倒れ引き当て金をまずは算定しています。算定が終わりましたね。貸し倒れ引き当て金930。そしてリース債権とリース投資資産ですが、これらもですね、将来キャッシュ入ってきますからね、当然貸し倒れ引き当て金設定対象というところで、貸し倒れ引き当て金を設定して、貸し引き合計を取っています。どうもこの答えも出そうだ、5番。そして次なる対戦相手はストックオプション選手ですが、ストックオプションはね、問題を見た瞬間に付与日と確定日をまずは見つけろと。そのコーチからの教え通りね、付与日と確定日に丸をして、下書きを書き出していっています。やはりですね、ストックオプション選手の攻略方法は、人数に注意することですからね。一体何人が退職する予定なのか。最初の年は4人退職予定で19名ですか?いいですね。単に電卓でやらずに掛け算の式を下書きに書く姿勢がいい。そして次の年は3名退職で20名ですかね。差額で2年目の株式保証費用は12450出ました。そして最後の期間ですが、最後の期間は2名退職で実績が決まったんですね。実績が決まったら実績を当然使う。21名で最後は計算と。そして権利行使していきます。ワランと新株予約権は24000。そして払い込みされる金額は掛け算して10万円。そして資本金は124000。答え6番出た。はい、次の問題、ポイントですね。出ましたね、収益認識。ちょうど本試験前に CPA カレッジでやりましたね、紙講義を。それを見ていた方にとっては、とんでもなく簡単だったんじゃないか。ぜひこの紙下書きを CPA カレッジの収益認識講義で見てほしい。その名もゴールデンウィー収益認識基準。すいません。ちょっとね、一部映像が乱れて、CM が入ってしまいましたけれども、この下書きをもとに、まずは仕分けを切っていっていますか。本体の売上から115384、そしてポイント使っての売上から26923、合計すると答えが5番出ました。さあ、10人目の対戦相手になります。もう上田選手フラフラですよ。問題の16は退職給付会計ですね。何を求めろ言うとんのや、退職給付費用を求めろって言ってるんですね。まずはじゃあ、機種の退職給付債務を求めに行きましょう。割引計算して、177336。そして、退職給付の必殺の紙下書きを書いていっていますね。もう自分のフィールドに落とし込んだら絶対に間違いないと。ちなみにね、退職給付会計が苦手だっていう人は、
こちらの動画をご覧くださいね。もう CPA カレッジね、動画が127回やってきてますから、もういろんな動画があるんですよ。と、まあ CM してるうちにね、どんどん試合が進んでますので、実況をしますね。期末に債務が減ります。その分、過去義務費用が出るので、その償却も合わせたのが退職金費用2万。答え出ました。いよいよ準々決勝の相手、これは為替予約ですね。上田選手はね、為替予約の下書きは白丸が取引日で黒丸が決済日で星印を為替予約日と、自分の中でルーティーンがあるんですね。記号で表すと。そして、この為替予約前決勝、えらい簡単に1番出ましたね。準々決勝は 6-0-6-0-6-0 で上田選手勝利っていう感じですか。さあ、準々決勝でスタミナを温存できたまま、準決勝に駒をいよいよ進めてまいりました。準決勝現存。でもね、この準決勝の相手もね、もうかつて倒した相手ですよね、なんならね。のれんが出る現存ですから、B と C が現存して、そしてより大きな単位から、150現存割れてる。つまり現存が80増える。80増えた分は、まずはのれんを取り崩す。現存があるんだから、のれんなんて存在しないだろうと。準決勝の相手にしては倒しがいがないんちゃうか ?4 番。さあ、最終日、センターコート、決勝戦。対戦相手はラファエル・ナダル選手です。来ましたね、この場まで。ナダル倒すために日々勉強してきたんちゃうんかと、自分に言い聞かせながら筆を進めていっていますが、この問題ね、ソフトウェアの金額をまずは出して、それさえ出れば、あとは焼却していくっていうことですよね。囲んだところ9万円がソフトウェアなので、それを焼却していくと3万6千が今年の焼却。そしてもう一つのソフトウェア B も焼却すると出そうですよ。18224が焼却費。ナダル、倒しちゃいましたね。ナダルも、年には勝てないのか、優勝したと思ったら、もう一つ試合がありました。エキシビジョンマッチ。対戦相手は、ブラジル出身、クエルテン選手です。クエルテン選手知ってる方はね、だいぶテニス通だと思いますね。僕ね、結構好きだったんですよね、クエルテン選手ね。ストロークを打つ時の掛け声がね、ウェーンみたいなこう言うんですよね。その掛け声が独特でね、財務の計算も何か掛け声をかけながらね、自分を鼓舞しながら解いても面白いかもしれない。のれんが出たらウィーンって言うっていうね。なんかね、そういうのがないとやってらんないんだよね、この勉強ね。楽しみがないとやってらんない。解いてる人間も現在夜中の3時を回っています。そして実況している人間も夜中の3時を回っている。なんだこれはもう地獄か、もう早く寝たい。よく見ると、二人目の対戦相手いましたね。S2 社がいますから。この問題ね、S1 社クエルテン選手とね、S2 社そうですね、同じクレーコートを得意とする。まあ、ティーム選手ぐらい召喚しましょうか。クエルテンティーム、バーサス上田雄介。さあ、異種格闘技が実現しております。まあね、言ったってこの問題、子会社2社しかないんですよ。だからそんなにボリューム多くないんですよね。僕が受験時代の時なんて子会社10社とか余裕でありましたからね。子会社あって、さらにその孫会社あって、みたいなのありましたからね。それに比べたら2社ぐらい簡単ちゃうかと。しかもですね、この出題論点の段階取得は CPA カレッジで予想した通りですからね。予想通り段階取得出たんですよ。もうこれはね、逆に怖い。当たっちゃったよと。いや、もちろんそれ当てに行ってるんですけどね。まあそれでもね、バシッとこんだけ予想通り出てくれると正直嬉しい。その嬉しさがペンの先からほとばしっていますね。スルスル数字が出ていっています。段階損益が1429。そして、のれんが差し引きして、もう若干なんか手間取っていますが、しかし、きちんとのれんが出て、4725と。もうこのエキシビジョンマッチだいぶね、見えましたよね。もう S2 社が処理ほぼ終わりましたから。なので、回答できるところを丸していっています。もうお前は倒したと。もうお前は終わってると。もうお前は死んでいる。俺の勝ちだと。言わんばかりにどんどん選択肢に丸をしていっています、上田選手。正直ね、もうこの時ね、僕ね、満点だと思ったんですよ。ちょっと。ネタバレになるかもしれんけど。正直ね、もういけたと思ったんですよね。けどね。まあ、また。
それは後のお楽しみということで、S1 社残りのところを処理していますが、S1 社はね、持ち文法に変わるんですよね。なので、のれんを取り崩しています。連結から持ち文法はね、もしかしたら手薄な論点かもしれないんですけどね。ところが上田選手、それぐらいでは動じない。そんな中、持ち文法評価額も出ました。3336。試合終了。はい、解き終わりました。いや、もう疲れるし、もうここの特殊がカメラの場所が狭いし、いやー、本当に、もう脳みそがカラカラでございますけども、そろそろ CPA の回答速報が出たので、まあ、ちょっと答え合わせしていきますね。